お世話になっております、マサルです。今回は共通鍵暗号方式について一緒に勉強していきます。まずは今回の動画の内容についてです。最初に共通鍵暗号方式の特徴について学びます。その後に共通暗号方式の鍵の数、最後にメリットとデメリットを整理します。それでは早速始めていきましょう。共通鍵暗号方式の特徴についてお話しする前に、少しだけ暗号通信に関わるキーワードを整理しておきましょう。暗号通信はデータを暗号化して通信をする仕組みです。インターネットのような不特定多数が参加するネットワークを使って通信する場合は、データを暗号化することによって安全性を高めます。暗号化される前のデータのことを平文と言います。暗号化した状態のデータのことを暗号文と言います。暗号文の状態でインターネットを経由して宛先に送ります。暗号文を受け取った受信者は、暗号文のままだと中身を見ることができないので、暗号文を平文の状態に戻します。この暗号文を平文に戻すことを複合と言います。この暗号化、複合という言葉はしっかり覚えておきましょう。ちなみに聞き上のログでは英語で表記されることが多いので、今説明したキーワードは英語でも理解できるにしておきましょう。平文はプレーンテキスト、暗号化をエンクリプト、複合はデクリプトと言います。英語も知っておくとログを読むのが楽になるのでおすすめです。そしてここからが共通鍵暗号方式の話です。データを暗号化したり複合するには鍵という情報が必要です。この鍵の情報が同じ場合のことを共通鍵暗号方式と言います。送信者、受信者が事前に共通鍵の情報を共有することによって、共通鍵を持つ2人だけが暗号化、複合をすることができます。暗号化、複合をすることができるのが2人だけなので、インターネットを経由して通信させても安心して通信することができるということですね。ただ今回の例では事前に共通鍵を共有すると簡単に書いているんですが、どうやって共通鍵を安全に共有するのかが問題になります。例えばインターネットを使ってこの共通鍵を使いますよという情報を相手に送れば、その通信が盗聴されてしまうかもしれません。このように共通鍵を安全に相手に送らなくてはいけないという問題を鍵の配送問題と言います。現在は鍵の配送問題を解決するための技術ができているので、我々は安心してクレジットカードの番号などを入力してインターネットショッピングをすることができるわけです。どのような技術が鍵の配送問題を解決しているのかはまた別の機会にお伝えします。まず今回は平文、暗号化というキーワードや共通鍵暗号方式は暗号化と複合に同じ鍵を使うこと、そして安全に事前に鍵の情報を共有しなくてはいけないという鍵の配送問題があるということをご理解ください。次は共通鍵暗号方式の鍵の数についてです。先ほどお話ししたように、共通鍵暗号方式では送信者、受信者で共通の鍵を使って暗号通信を行います。この共通鍵は通信相手ごとに作って管理をする必要があります。例えばこの図のように通信相手ごとに別の共通鍵が必要ということですね。この共通鍵で管理する鍵の数を求めなさいという問題がたまに出題されることもあるので、鍵の数の算出方法も覚えておきましょう。鍵の数は N 人が相互に暗号通信を行う場合、 N かっこ N-1 割る2で求めることができます。例えばこちらの4人の場合で考えてみましょう。4人の場合 N が4になるので、4かっこ 4-1 割る2で求めることができます。つまり 4×3 割る2、12割る2になって6になりますね。この図を見ると6個の鍵が存在していることがわかります。1個、2個、3個、4個、5個、6個ですね。今回は少人数の例しか記載していないんですが、共通鍵暗号方式は暗号通信を行う人数が増えると管理する鍵の数がどんどん多くなってしまうという特徴もあります。後ほど勉強する公開鍵暗号方式よりも管理する鍵が増えやすいという特徴も覚えておきましょう。では共通鍵暗号方式のメリットとデメリットをまとめます。共通鍵暗号方式のデメリットから始めていきましょう。これまでお話ししたように、共通鍵暗号方式は管理する鍵の数が多くなりやすいという問題、
そして安全に共通鍵を共有する仕組みが必要、いわゆる鍵の配送問題があるのがデメリットです。ではメリットが何なのかというと、メリットは暗号化、複合の処理が短時間で行える、つまり処理が早いということです。共通鍵暗号方式は暗号化と複合に同じ鍵を使うシンプルな処理を行います。そのため送信者と受信者ともに計算量が少なく、処理時間は短く済みます。共通鍵暗号方式のメリットは処理が早い、これだけと言っても良いかもしれません。しかしこのメリットが我々の生活には欠かせません。いくら暗号通信で安全な通信ができるとしても、通信に1分などかかっていた場合は誰も使ってくれません。処理が早く快適な暗号通信を実現するために、共通鍵暗号方式は欠かすことができない技術になっています。それでは今回は共通鍵暗号方式について一緒に勉強しました。最後まで動画ご覧いただきありがとうございました。最後にちょっとだけおまけ動画用意してますので、最後まで動画ご覧いただけると嬉しいです。あと私はネットワークの基礎を楽しく学べるオンラインコミュニティやツイッターもやってますので、ぜひ興味があれば概要欄からご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあ共通鍵暗号方式一つお願いします。共通鍵暗号方式ご指名入りました。はい、今日も学んで登録して情報支援し、暗号通信のおまじない、キラブンプレテキ暗号化クリプト、キラブンプレテキ暗号化クリプト、暗号通信のおまじない、キラブンプレテキ暗号化クリプト、キラブンプレテキ暗号化クリプト、共通鍵で守り抜けても、鍵管理オーリー鍵管理面倒鍵配送問題鍵配送面倒、共通鍵で守り抜けても鍵管理オーリー鍵管理面倒鍵配送問題鍵配送面倒、高速処理がメリットです。共通鍵暗号方式は暗号通信をする相手ごとに異なる鍵が必要です。N 人で共通鍵暗号方式で通信するために必要な鍵数は N-N-1÷2 です。通信する人数が増えると管理する鍵数が多くなります。あと鍵